裏切りを選んだか。ひどいやつだな、お前。私はそんなことは一言も言っていないが、もしも天明寺に裏切られたら、私たちの BP はどうなる？と聞いただけだ。さあ、どうだかな。おーい、シグマくん、ファイくん、何してるんだよ。結果発表始めちゃうよ。とにかく今は結果を確かめる方が先だ。行くぞ、シグマ。うん、揃ったみたいだね。おい、じゃあ早速だけど始めることにしようか。アンビダックスゲーム第1ラウンド、キックオフ。皆さん、画面にご注目ください。結果発表は以上なんだうさ。各自バングルの数字を確かめてほしいんだうさ。まさか裏切られるとはな。前回？何の話じゃ。裏切りを選んだのはお前さんたちの方ではないか。理由を聞きたいのはこちらの方じゃ。天明寺は裏切るかもしれないと私が言ったんだ。心外じゃな。わしが裏切りを選ぶはずがなかろう。わしはお前さんたちを信じておったんじゃぞ。なのにこの仕打ちとは。悪かったよ、謝る。そうか、それもそうだな。悪いのはシグマだ。恨むならシグマを恨んでくれ。ついに仲間割れをしおったか。ねえ、そんなことはどうでもよい。とにかくわしはもう二度とお前さんたちを信じることはないじゃろう。この借りは必ず返させてもらうからな。よく覚えておくんじゃ。
悪いとは思うんだけど、やっぱり早く脱出したいから。申し訳ありませんが、私も同じ意見です。そんな、みんなで協力を選べば一緒に脱出できたんですよ。協力同士で2点を獲得して、それを3回繰り返せばプラス6点に。 BP の初期値は3だったから、その6点が加われば9になります。なのに、どうして。それはもちろん分かってるよ。でも裏切りを成功させた方が早いし。相手が協力で、こちらが裏切りなら3点を獲得できます。それを2回繰り返せばプラス6点。つまり協力同士で脱出するには AB ゲームを3回やる必要があるけど、裏切りを成功させれば2回で脱出できるということです。そんな風に当たり前みたいに言わないでください。まるで私の方が責められてるみたいじゃないですか。何も責めているわけではありませんよ。ただ普通に考えたら裏切りを選ぶよねって話。もういいです。わかりました。信じた私がバカだったんです。いいわ、覚えてなさい。チッ、お前のせいだからな、クオーク。なんで僕のせいにするんだよ。ねえゼロ、次のラウンドはいつ行われるの。よくわかったね、次のラウンドがあるって。だってあなた第一ラウンドって言ったじゃない。第一があるなら第二があるのは当然でしょ。それにそもそも AB ゲームは BP を9以上にすることが目的だったはずです。2回目がなければ誰もその数値に達することはできません。まあそうだね。確かに君たちが言った通り第二ラウンドを開催されるよ。いつ。いつかはわからない。どうして。投票の受付は AB ルームの扉 AB ゲートが開いた時から始まるからなんだろうさ。すでに開いてますけど。そうだね。じゃあ閉めちゃおっと。アンビデックスゲートが閉鎖されました。アンビデックスゲーム第2ラウンドは月の回です。ゲートは月のマークが記されたカードキーにより解除されます。で、結局トータルでは何回行われるんだ、デビーゲーム。シグマさん。シグマか。Kといい、シグマといい、野郎ばっかりゾロゾロと集まるなよ。それがどうした。
ないね。強いて言うなら、ソファの座り心地が悪くないってことぐらいかな。ソファの座り心地だって十分有意義な情報だろ。ディオさん、これは。ああ、それか。見りゃわかんだろ。やらしい写真が満載の雑誌だ。だからいやらしいんじゃねえか。土星の輪っかなんてゾクゾクするぜ。どうやら月食に関する特集記事が載っているようですね。表紙にもありますが、2028年の12月31日に月食が観測されるようです。ああ、そうそう、そんなことが書いてあったっけ。6日後？今日は12月25日クリスマスということですか。ところで K、 お前らのチームはキャビンに行ったんだろ。何かなかったのか。いえ、特には。隠してんじゃねえだろうな。本当に何もなかったんですよ。手がかりになりそうなものは。ただ猫の本ならありましたが。猫の本？ゼロボスは猫マニアか。何の役にも立たない情報だな。だからソファの座り心地は大事だって言ってんだろうが。何か勘違いされているようですが、そういった猫好きのための本ではなかったんですよ。シュレディンガーの猫について書かれた本だったのです。知らねえよ、猫の種類なんて。俺は犬派なんだ。ですから、そうではなく。ああ、わかった。シュレディンガーさんが飼ってる猫の話だな。で、最後その猫が死ぬんだろ。くぅ、泣けてくるね。わかりました。もう結構です。あ、シグマさん、ここにいたのか。皆さん、何か見つかりましたか？ちゃんと調べてたんだろうな。おい、なぜ黙ってる？で、収穫は？なんだよ。シグマさんたちはどうだったんですか？医務室を調べたんですよね。新聞の切り抜き？シグマか。何しに来よった。わしが医者でお前さんが患者ならしてやっても構わんぞ。そうしたらお前さんを診療台の上に横たわらせて、そこに置いてあるメスで体中を切り刻んでやるわい。当たり前じゃろうが。お前さんのせいでわしの BP は1になってしもうたんじゃからな。謝って済む問題ではなかろう。
いいね。それは犬、さっさとここから立ち去れと言っておるんじゃ。暇ではなく島、取り付く島もない。上げ足。ついたての向こうに二人いる。一人はクオーク、向こう側を調べておる。もう一人は言わなくてもわかるじゃろう。こんなところで不意に死体を目の当たりにすれば誰だって取り乱すじゃろう。当然のことじゃ。むしろ今何事もなかったかのように行動しておるみんなの方がわしには不思議でならんよ。中にはきっとここに死体があることさえ忘れておる者もおるじゃろうし。生き延びるためにであるならば犯人を見つけ出すことの方が先ではないか。彼女を殺し、わしらを閉じ込めたじゃよ。両者は同一人物である可能性が高い。わしはそう思っておる。私から説明しよう。考えられる組み合わせの数は前回と同じく3つになる。
わしは絶対にシグマとは組まんぞ。さっきの AB ゲームで裏切られておるからな。投票したのはシグマ、お前さんじゃろ。私はディオとだけは組みたくないわ。理由は天明寺さんと同じ、さっき裏切られてるから。ちっ、クオークのせいで信用ガタ落ちだな。では天明寺とアリスの希望を聞き入れるとパターン B ということになるが。いや待て、それもダメじゃ。どうしてですか？悪いが、パイ、ルナ、お前さんたちのことは信用ならんのじゃよ。クオークがああなってしまった以上、誰かが運んでいかなければならないのは明らかじゃが、お前さんたち二人にあいつの身を委ねるわけにはいかんのじゃ。この状況では誰のことも信じることなどできんわ。ではどうするんですか？クオーク君はソロバン、天明寺さんも同じくソロバン。ソロバン同士が組むことはできないのですよ。そんなことは分かっておる。わしは今誰のこともと言ったが、実は一人だけ信頼できる人間がおるんじゃ。四葉じゃよ。え？私？ええ、そうじゃ。どうして私なの？理由は聞くな。とにかくお前さんならばクオークを安心して任せることができる。言ってもらえるのはありがたいんだけど、私のパートナーはシグマだよ。それでもいいの？構わん。投票は四つ葉、お前さんが一人で行うんじゃ。シグマには AB ルームの外で待機してもらって。私は反対よ。クオークを四つ葉たちが連れていくってことは、必然的にパターン C の組み合わせになるでしょ。そしたら私はディオと組まなきゃいけないことに。そんなの絶対に受け入れられないわ。じゃあアリス、お前は誰と組みたいって？決まってるじゃない、クオークよ。放送で言ってたでしょ、所定の時刻までに投票を行わなかった場合、未投票者の選択は強力に設定されるって。ってことは、このまま麻酔が切れずにクオークが眠り続けてたらダメじゃ。そういう横島な考えをする奴がおるから信用できんと言っておるのじゃよ。カラードドア閉鎖まで残り1分です。時間がない。それでは多数決で決めよう。パターン C に反対のものは。なんだ、ディオも反対なのか？これだけ相手に嫌われてちゃやりにくくって仕方ねえからな。うん、まあいい。とにかく今挙手を行わなかった者はパターン C に賛成と考えて構わないんだな。よし、それでは6対2で決まりだな。待ってよ、納得いかないわ。だったらここに残るといい。もっとも、お前のパートナーである K がそれを許してはくれないと思うが。わかったわよ。カラードドア閉鎖まで残り10
10秒です。わかった。シグマ、四つ葉、クォークのことくれぐれも頼んだぞ。扉が3枚あるみたいだけど、全部ロックされてるみたいだね。下げてみれば？そっか。じゃあクォークは私が預かっとく。だって見るからに怪しいじゃん。壁から毒針がシュパーンとか飛んできたらどうするの？じゃあシグマが下げてよ。扉が一枚開いただけだね。治療室ってことかな。側面を見て、トリートメントポットって書いてあるよ。